ガラパゴスササゴイは、ガラパゴス諸島の固有種となるサギ科の鳥類である。全長35センチメートル、翼海蝶63センチメートル。成長は、石板灰色で、硬化した溶岩に溶け込むのに役立つ。背の羽毛は通常、銀色の光沢があり、頭に短い冠を持つ。繁殖期には、黒いくちばしと、鮮やかな大色の足を持つが、繁殖期後、それらは、 次第に灰色にくすむ。一般に体をかがめているのが見られ、鋭い声で鳴く。流暢性の強い鳥で、ガラパゴスショットをすべての長官体を呼び、マングローブ林に生息する。小さなカニや魚にゆっくりと忍び寄り、素早くつくように採示する。また、サボテンの近くに集まるハエを食べることも知られている。ほとんどのサギ類と異なり、ガラパゴスササゴイは一組のつがいだけで、 マングローブ林の低い枝もしくは溶岩石の下に巣を作る。周年繁殖するが、通常は9から3月で年3回繁殖できる。ガラパゴスササゴイは人を恐れない。ガラパゴスササゴイは一部の専門家によりササゴイの足と考えられており、以前はササゴイとして本州及びアメリカササゴイは同一種とされた。イザベル・カストロアントニア・フィリップス。 A ガイドツーザバーズオブザゴラポゴスアイランズプリンストンユニバーシティプレス 1996P88 から89ありがとうございます。